ニコニコ超会議2018動画投稿祭究極のナポリタンサポーテッドバイカゴメサポーテッドバイカゴメなので、この投稿祭ではカゴメ様を怒らせるのはご法度だよ。はじめまして、私はナポリタンを擬人化したナポリタンというキャラクターを忠実に模写したキャラクターだよ。カゴメ様を怒らせるのはご法度だから著作権を考慮してのことだよ。指をぶった切っているように見えるのはソーセージカットの作業。材料は他に玉ねぎピーマンを使います。てか冷蔵庫にそれだけしかなかった。ちなみにパスタを茹でる時の塩、これにはパスタに下味をつけたりコシを出したりの効果があります。バターで炒めると濃い感じに、オリーブオイルだと少しさっぱりします。カゴメケチャップの気持ちでケチャップ投入。冗談にしてもひどい。ははこんなバスへの動画なんてカゴメの人は見てないよ。気にするな。野菜は食感を残したいから最後に入れてさっと熱を通す感じでします。味見をして足りないなって思ったら追いケチャップ。さらに味に変化やコクを出したい人は洋風の出汁の素をお湯に溶いて入れるのをおすすめ。ナポリタンを作るとき全般に言えるけど、水っ気はしっかり飛ばそう。そうそう、これお弁当のついでに作っててね。お餅のベーコン巻きがアクティブモードになったけど、まあ本編に関係ないからみんなは心配しなくていいよ。最後に卵、うまくいけばオムナポリタン、失敗したらスクランブルナポリタンって呼ぶ予定です。全然関係ないけど、カゴメにはトマトケチャップ、プレミアムってお高いタイプのケチャップがあるんだけど、厳しいから気になった人は食べてみてね。スクランブルナポリタンの完成です。ケチャップで顔を描いているつもり、口から出てるのは吐血じゃなくてテーペロの下だよ。味も大体成功。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。解説は私、ナポリタンでした。アイリ・ブエレール・チ。